は、ヒロミと結婚したいバンドです。ちなみに上原ヒロミ知ってる人どれぐらいいます？あ、結構知ってるんですね。あの日本人でね、ジャズ部門で初めてグラミー賞を取った女性ピアニスト。まあ、僕たちはその結婚するために、まあヒロミの曲をやろうって、ね、この小さなゾーン B からね、ヒロミに届くようにこうやってコピーしてるわけなんですね。で、次はちょっと激しめの、ヒロミの中でもかなり激しめのヒロミをやるので、ヒロミの中でも激しめのヒロミをやるので、ちょ、まあ、あのその曲の前に軽くセッションをして、ダンカンドのパライゾっていう曲をやろうと思います。Thank you.
ございました。